い、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、桜鬼人です。はい、ということでね、今回はアリスゼーションリコリスの方ね、のんびりやっていこうかなと思います。はい、最近ね、モンハンでちょっと忙しかったからね、まあこっちもね、久しぶりにやっていこうかなと思います。はい、で、まあ次ね、ザッカリアの街に向かうっていうことで、確かマップがね、これで見えるかな？これで、まあ、下の方にどんどん向かっていく感じになります。はい。多分もうちょっと下行くと、この、今ちょっと切れちゃってるけど、王冠みたいのがね、黄色いやつがあると思うんで、まあそこまでね、とりあえず行こうかなと思います。そうですね。じゃあのんびりやっていきましょう。で、このゲームさ、なんか、発売当初から結構評価低かったんですけど、なんか、バグが結構多いとかね。個人的にはね、戦闘のシステム、いろいろ設定できるのにもかかわらず、なんか結構もっさりしてるような感じだったんで、前回のゴブリン戦においてね。まあ、俺の操作の仕方が悪いのか、ただ設定が細かくできるだけで、マジでこういう仕様なのか、どうなのかわかりませんが、はい。やっていきたいと思います。なんかいるね。ノーランドリー、戦ってみようか。お、もう久しぶりすぎて、ちょっと待ってね、操作方法を忘れてるんだよね。通常攻撃まではできるんだけど、このどうやって出すんだっけ、ソードスキル。あ、出た。R1 ですね。R1 で設定したやつが出ると。OK。あ、もうちょっとで王冠ですかね。とりあえずあそこに行けば、まあ次のストーリーが見れるっていうことで。多分ね、このゲームね、戦闘ってよりは、もう最初の方はストーリーをちゃんと読んでった方が面白いんじゃないかなっていうことで、まあストーリーをね、もう発売から1ヶ月経ってるんで、まあバンバンね、ネタバレ気にせず出していきたいと思います。もう最速クリアの人は確か YouTube 見たけど、なんだ、発売当日にクリアしたの、発売の次の日かな。ごめん、忘れちゃったんだけど、結構早かったよね。ムービーっすね。ん？キリト？どうかしたの？はい。今、何か聞こえなかった？おい、怖いこと言うなよ。獣の鳴き声みたいな。聞こえるじゃん、ちょっと。これはまためんどくさいですね。本当だ、確かに聞こえたよ。なんで、なんかテンションが変わらないんですけど、ユージオのテンションが。お、これ新キャラじゃないか。新キャラっていうか、このゲームのあのキャラじゃないか。風であろうとひるむものか、オルティナノスの剣撃、いかなるものかを知れない。おお、ていうかモンスターがいろいろ部品がくっついてて、これ逆に邪魔じゃねえかな。なんか肩がラージャーみたいですね。危険だぜお嬢さん。ごめんね、こいつ言い出したら聞かないんだ。好きにするがいい。だがそのふざけた呼び方を今すぐ改める。なら教えてくれ、君の名前は。私の名はメディナ。意志を継ぎ戦うものだ。おお、よっしゃ、行きましょう。なんかこの止まるの何なんだろうな。ピカンって光ったりして若干動きが止まるんですよね。これちょっとやめてほしいんですけど。終わっちゃった。あ、早いな。今回スムーズにいったけど、戦闘のシステムというか仕様が未だに分かってませんね。助けてくれなどと私は頼んでいない。おお。とは言ってもさっきの状況に一人で挑むのは無謀だと思うぞ。ひょっとしてメディナも剣士なの？どうでもいいだろう。もしかして行き先もザッカリアだったりして。お、一緒に行こうぜ。当たっているみたいだぞ。なんだ、一緒にザッカリア行かないか。そうだな。そうなのか。短い間だけど仲間としてよろしくな。
おお、綺麗じゃん、これ。ちょっとね、マップ綺麗だね、これ。いいね。あ、いいじゃん。これ普通にさ、別に戦うっていう目的じゃなくて、探索するのも楽しそうだね。なんか上の方とか橋がかかってるけど、行けんのかな？気になるわ。はい、で、さっきのストーリーで気になってたのがこっちかな。あのね、アクティベートあったよね。ファストトラベルポイント。あったあったあった。これこれこれ。これストーリーのせいでさ、これアクティベートできないって、ちょっとね、これは、やばいな。はい、じゃあ行きましょう。なんか余計なことまで喋るよね。まあ、それの方が後から感動するのかもしれないけど、ちょっとストーリーが長いような気がしてる。もうちょっとサクサク行きたいな。誰がいるぞ。エッチな本見てますね、これは。ちょっとスルーした方がいいんじゃないですか。あの人、どうしたんだろう。いや、ダメだよ、ユージを見ちゃ。お、やべえ、やべえ、やべえ。死んだ。助けないと。大丈夫ですか。もう大丈夫か。ああ、助かったよ。しばらく何も飲んでいなかった。え、川近くになかったっすか。どうしても行かなければならない場所があってね。どこだ。昔、花畑として使われていた場所だよ。ほうほう。前はそこで取れる花が祝い用の花束として使われていたんだ。めんどくせえな、そのシステム。娘が結婚するんだ。あ、おめでとうございます。本当は商人から買う予定だったんだが、平民には高すぎる値段でね。ああ、そりゃ取りに来るわな。昔からそうなんだ。娘のためとなると後先を考えずに行動してしまう。ああ、すまんわ、さっきエロ本読んでるって言っちゃったね。結構いい人じゃないですか。まったく父親失格だね。娘にも怒られてしまうよ。そんなことはない。あなたの考えを知れば娘さんも必ず理解してくれるはず。おお、メディナ。花畑まではそう遠くないはずだから、あとは花を摘んでまっすぐ帰るだけだ。そうっすね。だったら僕たちも一緒に。気にするな。君たちにも目指すべき場所があるんだろ。ちょっと待って、そんなこと言うなよ。ストーリーなんだろこれ。それを邪魔するわけにはいかないよ。わかりました。街道からそれないように気をつけて。え、何だったのこれ。ああ、何のストーリーだったの？ちょっとわかんないですけど、メディナがちょっと若干いいやつみたいな感じの演出かな。だよね。大丈夫だよな。家まで送るべきなんだろうけど。目指すのはザッカリアだ。そうだろう。おお、うん。あの。お。この近くで。50歳くらいの男の人を見かけませんでしたか？あ、さっきの人だ。もしかしてさっきのおじさんのことかな。見かけたんですね。はい。やっぱり花を探すために。父さんたらそんなことしなくていいって言ったのに。おお。父さんを探してここまで来たんです。花畑を目指していると思って急いで来たんですが。結局助けに行く感じなんかな。花畑はここから近いと聞きましたよ。すぐに会えるはずです。はい。確かに距離はそう遠くありません。ですが花畑そのものに問題があるんです。何？一体どういうことですか？これは？その花畑は人里から距離があるため、獣たちが住み込んでしまい放棄されたと聞いています。これは大変だね。多くの獣の中には凶暴なものもいるそうなのです。ですが父さんがそのことを知っているとは思いません。やばいんじゃないのこれは。大変だ、追いかけて引き止めないと。はい。うん、今なら獣に襲われる前に追いつけるかもしれない。早く行くぞ。さっきなんか見当たんなかった。何あのなんかオタマジャクシとカエルの間みたいなやつ。間よくわかんねえな。いや、オタマジャクシからカエルだよ。間があるのか。
なんかあれ足生えてくるんでしたよね。これ何？来た道戻る感じ？あれちょっと待って、なんか俺道わかんなくなったわ。どうなってやがりますか？ん？なんかね、道わかんなくなったわ。迷子です。まあいいや、青いのに従っていけば、まあなんとか着きましょうね。あそこにポイントがあるから、どうしよっかな。じゃあ一旦こっち降りて、こう泳げる？泳げるね。いいね。これ、アクティベートして、うわ、キモい。これ、キノコ。ハイヨリキノコ。うわ、マジか。キノコ好きだけど、これはさすがにちょっとゾッとしたわ。いや、この奥の蜂よりゾッとしたわ。戦闘。これ何？勝手に殴ってくるシステムですか？調子がおかしい。死んだ。お？死んだぞ。これカウンターか？なんだ今のは。大丈夫じゃないです。あ、キノコは倒したね。あと蜂だけが。ちょっとね、キリトが死んでますけど。若干スローモーションになるのがね、わかんないね。これ？これ花畑？うわ、あそこになんかでかいのいね。あのキノコでかくないっすか？あ、いたいたいた。何普通に入ってきてんの？間に合った。やばい。結構強そうだ。強いよね、あれは。な、ハチヤンフでキノコの方がでかかったような気がするんだけど。きた。問題はない。この刀かっこいいな。蹴散らしてやる。え、なんか目覚めた。死ぬ気で来い。私が相手だ。おお。ちょっとレベル的に辛いような気もするんですけど、まあね、頑張ってやっていきましょう。なんか無駄に敵硬いような気がするんだよな、このゲーム。キャンセル。なんかこの、これで突進して、これが、このスローになるのがわかんない。丸であれっしょ？ガードっしょ？これはわかる。これはわかるが、ちょっと混戦しすぎて動きが読めないけど、まあ、これで、技の後の硬直で絶対に攻撃当たるんだけど、これちょっとなんとかしてほしいね。なんか回避キャンセルとかも特にできなさそうなんですけど、これはどうなんでしょう。今のミツバチよりもっとヤバそうなのいるだろう、奥に。なんであれはスルーなんだ。いないことになってるし。おお、かっこいいね。怪我はないか？ああ、ありがとうお嬢さん。無事で何よりだ。なんかキリトたちとちょっと態度が違いますね。追いかけてきたのか。ちょっと待ってね。またワープしたな。これどこだ、ここ。あー、はい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 、わかりました、わかりました。この焚き火は何か意味があるんだろうか。わあ、いっぱい歩いたな。お腹も減ったし、さすがに疲れてきた。ところどころこういうムービーあるよね。ちょっとね、これはどうなんだろうかっていう話。まあ確かにさ、3D で作るのはめんどくさいけど、さすがにこれ入れてくるのはどうなんだろうね。空も暗くなってきちゃったね。じゃあこの辺りで、キャンプ、野営しようぜ。野営？なぜそうなる？朝までゆっくり休んでから動いた方がいいと思ってさ。まあそりゃそうだね。睡眠は大事だ。お腹を満たしたいって気持ちがほとんどでしょ？晩飯作ろうぜ。あ、うまそうっすね。マジっすか？いや、わかるよ。
村でもね、なんかあったからね、なんか調理器具みたいなのあったけど、え、嘘、マジか、そういうことか。骨付き肉は持ってる。食いのみ、食いのみってどこだ、わからんわ。あ、これだ、これ、これ食いのみでしょ。これで OK と。で、あとバレイモ、芋、芋か、芋ってどこで取れた。食いのみ、食いのみ、なんかちょっと強そうなのいますね。あ、食いのみしかないですけど、これ花畑の方だよね。食いのみしかないですけど、香りキノコって、あれ、キノコ倒すの、もしかして。ん、倒したか。あ、別にキノコ倒すわけではない。となると、これ木の枝、あら、多分近くだとは思うんですけど、あ、これ芋じゃね、これ芋だろう、これ芋だ。あとキノコか、これは何だろう。あ、これか、なんか最初に言ってた、なんか試練がどうとかっていうやつ。あ、これが試練がどうとかか。なんかさっきのイノシシみたいなやつだよね、これ。まあサブクエストだし倒しとこうか。倒した。あ、これ、あった、もうちっこいのだ、これ。これはわかんねえよ、これさすがにわかんないっしょ、これきついわ。いや、なんかね、何が取れるかわかるようにはなってるんだけど、そのものがちっちゃすぎて草とかに隠れててわかんなかったわ。これはバイレモ、あ、バレイモ、あ、これ芋じゃあ、ぶ、おめえ、俺あそこまで行かなくてよかった。へえ、ルリと煮込み、これか、これだよね。あ、クリア、クリア。お、うまかった。あ、もう食っちゃったんか。やっぱりセレカの特製調味料は最高だな。おとはいえ、ずっとこの調味料には頼っていられないけどね。何、誰かさんがいっぱい食べるせいでもう残ってないし、ひどいじゃないか。そうか、ここでは料理スキルを上げる必要があるってことか。これ料理スキルいいね。待たせたな。それでは早く出発するぞ。はい、朝飯食ってからだろ。マジか。さてと、うわ、ストーリー長いな。うん、はい。さまざまな人が訪れるキャンプでは以下のことができます。休息する、選択した時間帯まで休息しヒットポイント回復。あ、なるほど、 OK で、料理でレシピが可能です。あとクラフトが可能です。クラフトか、武器とかかな。あれ、なんか人増えてね、人増えてね。マジか。はい、ということでね、まあなんだかんだ50分ぐらい撮影してるんで、はい、まあこんな感じでね、とりあえず今回は終わりたいと思います。はい、で、そうですね、もう今回でザッカリアいけると思ったんですけど、まあ途中のストーリーがね、やっぱ長すぎてね、いけなかったな。うん、やっぱストーリー重視で、まあ今回も出てきたけど、料理スキルとか、まあちょっとのんびりしたゲームなのかなとは思います。はい。ね、ちょっとテンポが悪いような気もするけど、まあね、ゆっくりね、楽しんでいけたらいいと思ってるんで、こんな感じでね、終わりたいと思います。ということでね、今回はまあメディナも仲間に入ったということで、ね、これからどうなっていくんでしょうか。はい、じゃあね、次回もお楽しみに。バイバーイ。